ダカール TV。 セネガルで髪の毛を切ってみた第2回。セネガルの街行く人たちにですね、どの髪型がかっこいいかっていうのを聞いてみたいと思います。パラマリコン。隣の洗車屋さんにアンケートを取ってます。今回ですね、6名の芸能人の方用意させていただいたんですが、ダントツで、ダントツ1番ですね。さあどうなるか。嬉しい。いやちょっとこれは楽しみだな。だいぶね伸びたんですよ。だいぶ暗い。うん、暗いけど。メッシー。でもなんか今回のムッシュはなんか職人さんっていうのかね。前回はなんかちょっとね、まだ経験があったっていう話。今回ちょっとこれ期待できるんじゃない。でも我々の予想外れたね。外れた。僕は5番だと、アツシだと。僕4番が良かった。希望も兼ねて4番だった。なんか普通に日本の床屋さんと変わらないな。それは全然変わるじゃん。テレビが昭和じゃん、これ感じ。白く。OK、お願いします。じゃあ行きましょう、行きましょう。バーンって。サイドを。うまい、あ、なんかいい感じ。坊主にはなそうですね。今のところはお笑いの要素はないですね。あ、シンメトリー的な単語の超斜めになってあれちょっと待って 前髪これもう前髪なんでそんな冷静にいかれてる。俺結構衝撃なんだよ。衝撃なんだよ。これもう待って、元のネタバレになってるんですけど、前回の撮影が、まあ、7月の半ばだったので、まあ、約3ヶ月半とか4ヶ月経過したので、見てください、この髪の毛で量。でも3ヶ月あればそれだけ伸びるってことだね。なのであの皆さんもぜひね、長期滞在の方はチャレンジしてみてください。絶対しないでください。以前そのセネガルの床屋で髪の毛を切った3ヶ月後に日本の床屋に行ったら、これご自身で切りましたかってその日本の美容師さんに言われたんですけど、どういう意味合いなんだろう。あまりにもひどいみたいな。で、あれ終わりかな。変に終わる。うわ、めっちゃ嫌な。あー、オッケー。スピーレッグチン。そう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 。今なんか嫌な予感がした。あ、リンガ。目閉じとったもん。めっちゃ真剣だし、すごい上手。で、こっちも最後最後整えて完成だな。前回より短いよね。全然短い。前回、まだ前髪あったもん。前髪あったっけ。いや、あったか。あったか、揃ってたっていう。このままの流れでいくんだね。髪の毛の流れでいくわ。いわゆる俺が床屋です。最後に鼻毛も。俺も斬新。初めて。鼻毛、鼻毛、鼻毛を、鼻毛を。あ、手袋、手袋。鼻毛、手袋。鼻毛は床屋さん。初体験っすな。めちゃくちゃなんか香りが、うん、最後スプレーオリーブオイル。なんだろう、オリーブオイル。オリーブオイル。でも絶対違う。そこはさ、今髪に振りかけられたオリーブオイル。オリーブオイル、グリーンスプレー。お、終わりました。終わる。メッセ、メッセ。あ、めっちゃさっぱり。帰ってきましたね。どうでした今回のその着られ心地は。めちゃくちゃ良かった正直。なんか前回の人よりも慣れてて、うん、うまかったね。そうね、手際といいね、はい、ベテランの感じがしました。そう、すっきりしてるし職人感出てて、うん、
なんか安心して切られることができました。さあ、じゃあ早速お披露目させていただいてもいいですかね。いきますか。じゃあ前回同様、ちょっとカウントダウン的なことをさせていただきます。お願いします。じゃあいきます。はい、ニューヘアスタイルお披露目まで5、4、どうぞ。こんにちは、パクセロイです。どうすかこれ。ちょじゃあまずポイントを僕から、はい、前髪はまあこの揃ってる、まあ揃ってるね、揃ってるで横はで横若干短めで、うん、後ろ多分後ろも揃えてくれたのよこれ。そう、俺後ろ見てないけど後ろも揃えてくれましたと。でまあ、でこの前髪のこのここすごくない？この断面っていうかさ、そうこれなんかうまいことこのね、はい、バリカンの先とかこううまく利用してやってくれました。はい、見てください、この角かな。このストレッチみたいだなと思った。この股関節のストレッチみたいな感じじゃないですか。本当に技術の高さっていうのは多分ね、何を持って技術するか。どうなんですか。揃えるのが皆さんどうですかね、このスタイル。まあ賛否両論あると思うけど。確かに、はい、今回床屋で行かせていただきましたが、まあですね、ちょっと思ったことを一言、セネガル人は几帳面。もうこれにつきます。いはい、本当にという感じです。そういえば鼻毛も剃られてたね。そう鼻毛剃られると思ってなかったね。でも床屋の人も笑ってましたね、その感じは。はい、なので鼻毛出てたのかな。全身剃ってくれるということで、ぜひぜひセネガルにお越しくださいね、皆さん。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。かっこいいな。まっすぐなってる、よく見ると。ああ確かに、でこうなるべくなってるわ。ここが同じね、ここ、このそうだよね、ここが全く同じ。全く同じね。B セコペ、ああワリの方が、ワリの方が、いや B モガネラペ、ワマリモガネジャパ、ああパルパーマネフラジェ、B モガネラペ。ああ次回はセネガル人が実際ね切られてる動画とかも、いや面白くねえか。ワリが言ってるところ、逆にさワリにやってもらうか。ワリに切ってもらう。誰が？俺が？カムノケクペマネ。カムノケクペ。ごめん。はい、じゃあね。お願いしますね、ワリ。カクカクカク。ワリワリ。カク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 。